皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2014年公開の、猿の惑星、ライジング。現代、ドーン・オブ・ザ・プラネット・オブ・ザ・イプス。監督はマット・リーブス。脚本は、リック・ジャッファ、アマンダ・シルバー、マーク・ボンバック。主な出演は、アンディ・サーキス、ジェイソン・クラーク、ゲイリー・オールドマン、など。猿が人類への反乱を起こしてから10年。パンデミックにより人類の 90% が死滅していた。かろうじて生存している人類と、驚異的な進化を遂げたシーザーが率いる猿たちのコミュニティが、ゴールデンゲートブリッジを挟んで存在していた。というストーリー。台頭する猿と滅びつつある人類の対立が本格化する。リブートされた新シリーズの第2作。シーザーたちの方が人間よりも民度が高かったりして、人間はつくづく強制ができないのだと思い知らされる。一方で猿側もコバの存在など、必ずしも一枚岩でないのが面白い。映像面では前作以上に猿の細かい表情が再現されていて、猿側にも感情移入しやすくなっている。ということで、評価は。